みんな、レインから連絡があった。シャムロックは明日、レアなクエストを攻略するらしい。これもクリア人数に制限がある価値の高い限定クエストだ。俺たちで先行して今日中に押さえておきたい。それじゃあログインしたらエギルの店に集合してくれ。みんな集まってくれてありがとう。シャムロックは南西にある峡谷のあたりに住むらしい。峡谷か。その先に何があるのかはわからないんだよね。峡谷の向こう側まで出られれば何かわかるはずよ。それじゃあ町で少し情報収集してから峡谷に行ってみようか。Yeah!
そこにいるのってシャムロックの人たちじゃない？峡谷にいるモンスターを倒すにはブリューナクの奇跡というアイテムが必要だ。だが入手方法がわからないな。そうか、明日の攻略までに手に入れておきたいところだな。シャムロックはまだブリューナクの奇跡の情報を集めているところみたいね。ですよ。またいつでも来てくださいね。よし、シャムロックに勝ったぞ。いや、これだから VRMMO はやめられないんだよな。みんなもお疲れ様。お疲れ様。レインちゃんからの情報のおかげだね。なあ、そうだな。お役に立ててよかったよ。あれ、ごめん、酒場にちょっと忘れ物しちゃったみたい。わかった、ここで待ってるから取ってこいよ。でもレインちゃん、一体どんなやり方でこの情報を知ったんだろう。さあ、まあでも今回シャムロックより先行できたのはレインのおかげだな。そういえば、このブリューナクの奇跡って何の効果があるんでしょうか。使い方はわからないけど、重要なアイテムみたい。実際に使ってみればわかるんじゃないかな。お待たせ。お、おかえり。それじゃあ早速峡谷に行って確かめてみよう。ああ。どう？欲しいものはありそう？お買い上げありがとう。
産ありがとう。他に何、次の来店を待ってるよ。怖そうなモンスターだな。ああ、こりゃなかなか骨が折れそうだぜ。みんな準備できてる？はい、バッチリですよ。私もいつでも行けるよ。よし、あいつを倒して先に進むわよ。何度でも出現するのか？このモンスター、普通に戦っただけじゃ倒せないのか？あ、もしかしたらさっきゲットしたブリューナクの奇跡ってここで使うんじゃない？キリト君、試してみて。よし。お、モンスターが消えたな。今度こそ倒したんだね。行き当たりばったりだったけど、とりあえず戦ってみて正解だったな。パパ、このボスを倒したのはパパたちが最初ですよ。そうか。よし、今回もシャムロックより先行してクエスト攻略できたぞ。うん、やったね、キリト君。ああ、でもこれってさ、あのセブンちゃんと敵対してるってことになるんだよね。ま、そうだな。でも俺は手加減しないぞ。キーボー燃えてるな。ああ、行くぞ。さすがキリト君だね。
撃破だ。パパ、奥の扉が開きましたよ。動こう。これで決めてやる。これならどうだ。
どうぞ。これにするね。サンキューな。で何か動く音がするよ。
これで決めてやる。すごく生き生きとしてるよね、戦ってる時が。これで決めてやる。回復するぜ。このままボスに挑戦しよう。そう来なくちゃ、絶対勝つわよ。このボスは手強そうです。強敵なので気をつけてください。こんなの楽勝よ。絶好調だよ。おめでとうです。よっしゃ、クエストクリアだぜ。このボスを倒したのはパパたちが最初ですよ。やったね、キリト。レインの情報は相変わらず的確ですごいな。このクエストを攻略できてるのはまだほんのわずかみたいだ。うん、そうみたいだね。でもレイン、どうやってこんな情報を入手してるの？それは企業秘密？スメラギ、お前たちには悪いけど先に攻略させてもらったよ。ところでそこの貴様、最近注目のトレジャーハンター、確かフィリアとか言ったな。俺たちの動向を把握していたのか？何のこと？まあいいだろう。それも戦略の一つ。シャムロックが提唱するものは種族が異なるプレイヤー同士の共存だ。競争に勝った負けた程度で俺たちから波風を立てるようなことはすべきではない。それがセブンの望み。あんたなかなかいいこと言うじゃないか。そういう考え方俺は好きだよ。貴様に好かれてどうする。あの時街で会った男だ。慣れ慣れしくもセブンと親しげに会話をしていたからよく覚えているぞ。スプリガ、確か名前はキリトだ。キリトだと。なるほどな、お前だったのか。数ヶ月前から圧倒的な速度で ALO 攻略を進めているパーティーがあると聞いた。そのリーダーの名がキリト。俺たちはギルドでもない、
ただの仲良しパーティーさ。まあでもあんたたちシャムロックにしてみれば俺たちはライバルってやつなのかな。ライバルか。いいだろう、その言葉宣戦布告として受け取ってやる。なんならここで戦ってみてもいいんだぜ。面白いやつだ。またお前とは相まみえることになるだろう。その時は相手をしてやる。そうか、楽しみにしてるぜ。あれ、キリト、あのセブンと会ったことあるの？あ、いや。早速バレたんだな、キリト。バレちゃいました。なんでお前独り占めしてんだよ、セブンちゃんとのつながりをよ。俺さ、七色博士の提唱する考え方とかに興味があったんだよ。あの子が提唱するネットワークにおける社会性ってやつをさ、一度面と向かって深く聞いてみたい、そう思ってたんだ。それにあんな小さな子が自分の研究のために妙に大人ぶって必死になってさ、なんだかかわいそうになってきたというか、放っておけないというか。でも最近本当によくセブンさんのファンの方々を見かけます。ファンというか追っかけって言うんでしょ、ああいうの。特に攻略に参加するわけでもなく、まったくあいつら何しに来てるのかしら。まあでもスバルトエリアの難易度の高さはもうプレイヤーの間でも周知の事実だし、熱心に攻略してるのは私たちと上位ギルド数チームだけ。じゃあ今この新エリアにいる大勢の人たちって、あの子の追っかけ、クラスタってことね。そうなのか、残念だな。みんなもっとゲームを楽しめばいいのに。まあさて、シャムロックよりも先にこの新エリアを踏破しようぜ。いつの間にか奥の扉が開いてるよ。本当だ、行ってみよう。腕が鳴るね。このレバーってなんだろう。ねえ、ここ何か書かれてるわ。これって風の魔法装置の時に書かれていた文字と同じじゃない？確かにそうね、古代文字。ということはこのレバーは気流装置に関係するのかしら。試しに操作してみればいいんじゃない。へい。おい、ストレア。わあ、おい、宝箱が出現したぞ。気流装置じゃないのか。また箱が出てきた。中に何か入ってるよ。取り出してみるか。よっちゅー、ダメだ、熱すぎて出せねえよ。大丈夫、箱から出さない方が良さそうだね。ねえねえ、これどこで使うんだろうね。熱が関係する場所なのかな。そんなのあったっけ。フィールドにまだ探索してない場所があるんじゃない。見落としている可能性はあるな。調べてみようぜ。